ずっと行くと次あると思うんだよ。おしっこしてみていい？するやん。俺、下行けば釣りはあるよ。じゃあ、長いか。私、勘違いしてるな。作戦、うん、ここにさ、小諸市の警察署ってあるじゃん、うん、ここへもうだいぶ前だけどさ、女の人助けてくれって逃げてきたんだよ、うん、だそこへ男が追っかけてきて警察署のその駐車場の中で殺されちゃったって事件あったじゃん。そう、うん、これ小諸警察署、うん、そうだよ。そうかね、うん、この地ももう誰も住んでないんだな。住んでるんかい？左のうち住んでるでしょ。そうかね。カーテン敷いてある。なんであんなとこにごちゃ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 物置いてるかな。あれどれ嫌いや私。そうだよ、この小諸の警察署だよ。だいぶ前だけどね。なんか小さい
小さい可愛らしい家で、うん、隣にソフトバンクにある。あ、本当だ、小さい家だな。でもあれでしょ、風間でほら分譲してたじゃん、3軒だか4軒だか、あれだってこんなようなもんだよね。ね、もろこしもあるしね、スペアリブはつけてあるし、ストム君、私朝から起きてみんなそれして出かけてきてるんだよ。そうかね、ナスもつけた、キュウリも食べ頃になってるよ。もうそうかね、そうだよ、でも私ご飯も食べられないくらい疲れちゃうの分かるでしょ。あれ、こんなとこに温泉あるね、小室の布引き、え、布引き温泉、これ左行くんだよ。昔スーパー銭湯もあったじゃん。うん、あれもう完全に潰れた。なんつったっけ？名前が。なんとかの湯。なんか外人いっぱい使ってさ、アジア系のね。ああ。
のハイランドのスイカじゃなかったです。松本ハイランドのスイカはみんなハタだな。ライデン出たよ、ライデン。ここじゃない、来たの。来たことあったじゃん。ここはドライブ、お食事ライデン、食堂だよ。あれ違うね。違うさ、上の道だ。
ときな。わかりました。100均で何十万も入ってたんだよ。そう、うん、泣いてるね。カレーサーとかあったくね。その辺だぞ、ヤオフ君。よくわかったじゃん。あ、これ違うわ。まだもうちょい下がった。そうだね、あっちのヤオ